先生、実は私マスク生活に慣れてきて外でマスクがちょっと怖くなってきちゃったんですけど、顔を見せるのが恥ずかしかったり、なんか思ってたのと違うって思われちゃうんじゃないかなと思っていて。それはマスク依存症に陥ってるかもしれませんね。マスク依存症ですか？コロナが流行していた約3年間ずっとマスク生活してましたよね。マスクって目元も漏れますし、顔が隠れていることでコミュニケーションを取る際の恥ずかしさもそこまでなかったんじゃないかなと思います。はい、確かにそうです。なので急にマスクを外していいよって政府から発表があっても戸惑ってしまい、なかなか外せない人が増えてきているんです。それが中でもマスク依存症です。この人たちはどうすればいいのか説明するので、あなたもよく聞いといてください。わかりました。その対処法とは自分磨きをすることです。自分磨きですか？思ってたのと結構違います。なぜマスクを外すのが怖いと思ってしまうのかというと、表情を見せるのが恥ずかしい、自分の顔に自信がないといった考えだと思います。そんな殻にこもっているような状態ではなく、メイクやスキンケア、ダイエットなど自分磨きを行い、自信をつければマスク依存症なんて一瞬で解決できてしまいますよ。あ、なるほど。だからあなたも今日から自分磨きを頑張ってください。